皆さんこんにちは。今日はこの桜をティッシュペーパーで作る作り方をご紹介します。とっても簡単なので試してみてください。まずティッシュをこのマドラーの形にカットします。はみ出さないようにしてください。前回のバラのブーケと同じように接着剤に色を混ぜます。たっぷりの接着剤にパールフィニッシュ小さじ1杯分を入れます。ピンキーパールですが、入れすぎるとピンク色になりすぎるので、ほんの少しこちらに取り分けます。ピンキーパールを耳かき程度取り、この中に混ぜます。同じように白い水彩の具もほんの少し混ぜます。よくかき混ぜてください。マドラーの裏側に先ほど作った接着剤を塗って、カットしたティッシュを貼って乾かします。シワにならないようにしてください。30番の白いワイヤーを4等分にします。ティッシュが乾いたら、もう一度塗って、ワイヤーを真ん中に置いてから、さらにティッシュをかぶせて貼ります。このまま乾かしましょう。ティッシュが乾いたら、頬紅などで縁のところを色付けします。そしてまた塗ります。このまま乾かしてください。乾いたらスプーンから剥がして、余分なところをカットして桜の花びらの形にしましょう。出来上がった花びらをデコパージュ用の仕上げ剤でコーティングします。コーティングするのは湿気を吸って花びら同士がくっつくのを防ぐためです。
細いワイヤーとペップを5、6本用意します。半分にペップを折ってまとめて細いワイヤーで巻きつけます。24番ワイヤーを用意して4等分します。それにこれをくっつけます。ローラーテープで巻きつけてくっつけます。先ほど作ったペップに花びらをつけていきます。束にして5枚束にしてペップの根元の部分に置きフローラテープで巻きます。花びらの形を整えてください。白い粘土に緑の絵の具を入れてこのような粘土を作ります。ほんの少し取って額を作ります。先の丸い方を5等分しましょう。広げて ここに差し込みます。これで完成です。